皆さんこんにちは。川原電子ビジネス専門学校学生課の平井祖です。今回は本校の強みである業界就職についてご紹介したいと思います。専門学校に進学する上で一番の目的は専門知識や技術を身につけて希望の就職を叶えるということではないでしょうか。川原電子は開校以来約6000人以上の卒業生を業界に輩出してきました。現在も就職率は9年連続 100%、 また業界就職率も9割以上と高い実績を誇っています。この業界就職率とは、 IT や情報処理など学んだ専門分野を生かして就職を実現しているかを示しています。本校では業界に直結したエンジニアやプログラマー、ゲームプログラマー、ビジネススキルを生かした一般職・総合職への就職を叶えることができます。具体的な就職実績はこちらをご覧ください。大手 IT 企業からゲーム開発関連企業、県内外の各種業界で卒業生が活躍しています。このように高い就職実績の背景には、川原電子ならではの充実したサポート体制があります。専門学校の一般的な2年生課程をベースに、早期内定に向けた就職スケジュールをご紹介したいと思います。就職活動が始まるタイミングは1年生から2年生に進級するタイミングです。本校では1年生の秋ごろから就職オリエンテーションや IT 業界セミナーなどを実施。まずは就職活動を始めるための心構えや業界理解を深めるためのセミナーを行います。そして三者面談を通じて保護者の方ともしっかり連携を取ります。クラス担任はもちろん、就職専任のスタッフとのダブルサポートで学生の希望就職をナビゲートします。さらに1月頃には川原学園独自の合同企業セミナーにも参加します。毎年県内外から約120社の企業様にご参加いただき、直接お話を聞くことができます。こうした機会に多くの企業様の話を聞いて就職の視野を広げます。就職活動が本格化する2月から3月頃には、学内での企業セミナーや面接会なども実施します。ここが川原電子一番のポイント。写真は学内で行われた企業セミナーの様子です。こちらの円グラフの通り、例年 IT やゲーム業界への就職は約6割が県外就職です。本校の特徴的な取り組みとして、県外企業の就職セミナーや採用試験は主に学内にて執り行っています。それには3つの安心ポイントが。まず1つ目、いつもの生活し慣れた環境でリラックスして取り組めるという安心感があります。ポイント2、県外へ就職活動に出るとなると、どうしても交通費や宿泊費などが発生しますが、そんな負担も軽減できます。さらにポイント3、卒業生の活躍により毎年採用活動を行ってくれている企業様も多く、信頼関係のある就職先をご提案できます。このように初めての就職活動でも安心して取り組めるサポート体制が整っており、早ければ2年生進級時の6月頃には内々定内定をいただいて、
採用が決定するケースがとても多いです。就職内定後はさらなる技術力を身につけながら残りの学生生活を有意義に過ごしていただけます。皆さんも川原電子ビジネス専門学校でなりたいを一緒に叶えませんか。夢を叶えた卒業生を取材した動画をこちら YouTube にて配信しています。気になる業界や職種の先輩たちをぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。